これ先生の後についてたらあんまり意味ないな。それぞれで探してやった方がいいのかな。そう、水に浮いてるのいいですね。あいいねそれ。あ、見つけた。アートっぽいですね。やっぱこう男気島なので男を撮りました。いやこれはすごいですね。なるほどと思いました。ちょっとなんかポーズ撮ってもらっていいですか。やっぱこれいいんじゃないですか、男みたいな。それはあの先生撮ったんですね。撮ったんですけれど、ちょっとあの違う男を撮らなきゃと思って、ちょっとあのポーズ撮ってもらっていいですか。やっぱアートっぽい、なんかいいですね。もうちょいちょっと角度いいですか、いただいて。よくわかりませんけど、アートなんですねきっと。前衛アートです。あ、なんか素晴らしいのが。あ、ちょっと待ってください。はい、いやちょっとアート作品がここでまた誕生しまして、どうでしょう。アートですね。香川県来て何やってるんですか。アーツ、いやーよかった。アーティスト対アーティストみたいなね。そうですね、アーティストとコラボ。撮りました撮りましたよ。撮りました撮りましたよ。見てください。先生こういう先生。あ、はいはい。お、見てください、ヒロキメの木。あ、いいですね。いいですよ。いいですか。お、うん、はいはいはい、以上です。いいと思います。アートが爆発しましたね。爆発しますね、はい、やっぱりあれなんだ、環境なんだな。そうですね、うん、環境大事ですよ。そうですね、うん、成長しましたかね。成長しました。よし、じゃあそういうことで、ここはなんか動物がいるらしいですよ。本当ですか。はい。何の動物だろう。猿。猿とか。なんかがいるらしいんで、はい、私はやっぱそれを撮りたいです。あ、先生の好きな。はい、すごい好きなやつ。あ、本当ですか。じゃあちょっと撮りに行きましょうか。はい、いいですか。はい。ちょっとじゃああっちらしいです。はい。はい、ライオンとかやめてください。あ、あ、あれ？あれ？お、早速動物が。ちょっと待って。あ、待って。すごいですよ。待って。飼い猫ですよ。待って。待て、マヌルネコ。待って、違うけれど。マヌルネコではない。はぁ。マヌルではない。お、セクシー。これあの、ね、落ちる影が猫っていう文字だったら一番いいですね。それいいですね。そういうの待ってました。うん、やっぱこの動物写真を撮るときにですね。はい。このモニターはやっぱ大活躍ですね。あ、なるほど。動物写真とかには本当持ってこいですよね。僕邪魔じゃないですか。はい、大丈夫です。実はですね、さっき言ってた、はい、とある動物っていうのは実は猫ちゃんのことだったんです。猫ちゃんなんですね。なんとここは猫島らしいですよ。猫島、はい、猫島。はい、なのでですね、もっとたくさんいる場所があるらしい。あ、本当ですか。じゃあ行ってみましょうよ。噂の底にちょっとご案内したいと思います。ありがとうございます。はい。おこじゃん。よいしょ。じゃあ、猫ちゃんアディオス。お手。かわいいですね。お手の皮。
わりにあくびを。あくびみたいな、はい、じゃあ行きますか。バイバイ。バイバイ。かわいいな。Thank you.